Thank you. 1話目の一番最後で上り詰めましたので、その人間の末路を見ていただきたいと思います。ありがとうございました。今回は出征して若頭になったのですが、どうやら器じゃなかったようでひどい目に遭いますが、楽しんでいただければと思います。私この参加しまして大変楽しく仕事できました。監督も臭い役者ばっかり揃えて、楽しんだのが一番楽しんだのは北野監督でした。関西花火司会若頭浜ちゃんです。矢田さん、なんか僕だけ割と僕ら生き残ってるんですよねっていうことはみたいなことも考えてるような次第でございます。西田さんは撮影中にかなり怒鳴って、私生活でも体調が良くなったということを伺ってるんですけど、実際そうなんですか？なんか体の中にあったこうなんか檻みたいなものが全部出たんでしょうか。すっきりしまして、血圧も正常に戻りました。本当にありがとうございました。高い緊張感と自由と、本当に素晴らしい、空気の中で演じさせていただけて本当に幸せでした。俳優の皆さんの話を聞いておりますと、みんな楽しんだという言葉がありますが、この北野バイオレンスの作品に私も初めて出させていただいたんですが、私も結構楽しめちゃったんですね。2作続けて、片岡という刑事役でスクリーンに存在できたことを本当に、今感謝しています。そしてこの役を作ってくださった北野監督に心からお礼を言いたいと思います。普段他の映画だと大体うちが一番こわもてなんですけど、今日見てわかるより一番可愛いです。今回の映画はご覧いただいたように、この役者さんたちが全部主役を張れる人たちばっかりです。当然ギャラも相当かかります。すごいです。普通はこのうちの一人か二人出て映画撮るんですけど、これだけ並んじゃったんですから、事務所としても大変ですけども、まあ皆さんがご誘い、友達を誘って見ていただけばどうにか赤字が解消できると。先日ベネチア国際映画祭でアウトレイジビヨンド上映されました。観客の方の反応、そして手応えはいかがでしたか？あっち結構ファンクラブの人がいて、その人がイタリア人のその人が多いんだけど、かなり冷静にこう答えてくれる友達ばっかりなんで、正直酒飲みながら正直に言ったら、正直に最高傑作だと言ってました。暴力映画の最高傑作と言ってもらって本当に嬉しかったですけど、怒ったのは俺ですけども。高倉健さんの任侠映画の後、深作さんの仁義なきシリーズというふうに日本の暴力映画とかヤクザの映画歴史を作ってきましたが、多分この後このアウトレイジというのが新しい時代の一つのエピソードというか時代だという映画が撮れたと思いますので、最後まで楽しんでください。ありがとうございました。